こんにちは、アスカです。バイト終わって帰る時にこっちの左肩を思いっきりぶつけて、今絶賛めっちゃ痛いアスカです。はい、今日はですね、タコライスを作りたいと思います。作っていきます。はい、まずは玉ねぎをみじん切りするそうです。あれ欲しいな、なんか100円で簡単にみじん切りできるやつあるじゃないか。あれ欲しいです。はい、こんなもんでいいでしょう。はい、続いてレタスを、ヘタを取ってちょっとだけ細かく切ってみたいです。じゃあ鶏ミンチを炒めていきます。本当は合いびきミンチって書いてあったんですけど、私はどうしてもカロリーを減らしたいので鶏ミンチを炒めます。ある程度玉ねぎも入れちゃいます。そしたらウスターソースが2、そしてケチャップが大さじなんと4杯だそうです。2、やりづら。で、このソースを混ぜていきます。塩コショウ少々。通ったのでさっき作った調味料を入れてしばらく煮詰める。はい、タコスミートができたらご飯の上にレタス、タコスミートを乗せ、トマト、スライスチーズ、とろけるチーズか、これですを乗せ、完成です。はい、完成しました。余ったタコスミート食べてみたいと思います。いただきます。うん、ご飯が進みます。今日もハゲてる。